こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はこの木どう作るっていう動画を、三島さんの木ですね。そうですね、僕の木ですね、はい、農協で買ってきた木。農協で買ってきた木だそうです、はい、これを神田さんにどう作るかちょっとご意見を仰ごうと。そうですね、だから実際は、まあ、通常の教室の風景を、はい、風景をご覧ください。はい、はい、ということですね。生徒募集中。生徒募集中はい。まずこの木をなんで買ったのか、それ聞こうかな。ああ、ここですね。まあ、ここがもう買いの決め手かなっていうところで、もう買って、うん、もう削られてたんですよね。うん、あのジンが。はい、まあ、あと自分で作るのに、まあ、これだけ枝が残ってるんで、まあ、こう教室の素材として作りやすいんじゃないかなと思いました。そう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 。もうあのここは作ってあるから、少しこう針金掛けの練習にもなるし。はい、まあ、こうちょっと落としていわゆる、まあ、商品サイズにできればいいんじゃないかなってことで、うん、お値段もね安かったのこれ、まあ5000円ぐらいというところで、どうでしょう、お手頃感で買ったって感じ。じゃあこれをまずこの木を大きく作りたいのかちっちゃく作りたいのかって考えた時に、うん、まずちっちゃく作りたいっていうのを言ってたので、はい、そう見ると全体的にガサがでかいかなと思いますね。うん、確かにガサ、はい。で、あとはこうちょっとぐるぐるって見ると、まあいい面白い曲線っていうのが結構ある中で、極端に針金で曲げたようないい味の枝が残ってるわけですね。うん、これがまあこの木のいいところというか。なるほど。具体的に言うと、カンさん、こことか、こういうところとかですね。こっちから見てもしっかりここがここだよく曲がってる、そこですね。あ、そこですね。この辺とかパッと見た時、この枝でちょっと間延びしてるようなところがいくつか見受けられるんですね。うん、例えばこういうところとか、これ、うん、こういうところとか、こっち、うん、でそれを残して作るっていうやり方が一個あるのと、うん、逆にそれを取ってしまって、まあ変なし陣にしちゃって天陣のような形にして作るっていうやり方があると思うんで、この木を、まあ、三島さんちっちゃく作りたい、作りたいですね、ちっちゃくしたい、言っていたので、それであれば、まあ、この辺を飛ばしてしまっても面白いかなと飛ばす思いますね。飛ばすっていうのは切っちゃう、切っちゃう、天神にしちゃって、うん、これとこれ、はい、こいつですか、うん、太いやつ、うん、そうすると枝がなくなるように見えるんですけども、うんうん、まあ、1個大事に1個、ここに1個と、うん、もう1個ここに1個、うん、で短いのが後ろにももう1個あるんですね、ここに、まあ、胴吹きもしてるんですけど、うん、そういうのを残してやってあげればいいんじゃないのと思うんだけど、うん、ほぼほぼ抜いちゃうような、あの飛ばしちゃうようなことですよね、うん、作業内容としては、うん、ちょっと僕としては、はい、今のところ全く絵が出てこないですね。まあ正直この3つの枝しか残んないってところで、うん、まあ、ちょっとこう絵が出てこない、構想が立てられない、はいはい、まあこっちは正面にするかこっちを正面にするかってまだ、うん、まあ、まだわからない、このシャリの具合によると思うんですけど、うんうん、どっちでしょう、こっちの枝はちょっと長いんですよね、うん、なのでまあここの枝のように少し、まあ、とぐろ巻くような感じで縮めて、うん、まあ、この辺に頭ができればいいんじゃないかな。ただ今の状況だとまだ全体像が見えないっていう、そうですね、絵が出てこない、まあ針金掛けを極端にするべき時期じゃないと思うんですよ、うん、はい、今ちょうど活発に動いてるん で逆に言うとシャリを削るとか、うん、まあ、幹を磨くっていうのは今の時期やっていいんじゃないかなと思うので、うん、今それをやりますかやりますか、ね、じゃあまとめると針金掛けはする しないしない、うん、構想を描きながらまず最初にシャリと陣を作る、うん、なるほど、はい、で残す枝がこれ、これ、この後ろ、この3本ですね、この3本だけであと全部抜いちゃうってこと、そう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 、飛ばしちゃう、そうそう、飛ばすって言い方にハマってんですか。いや、ハマってますね、今ね、はぁ、っていうことですね、かなと思いますけどね。いや、これはちょっとね、大改作ですね。初等科の私としては出てこない構想ですよね。初等科まずないですよね、これだけ飛ばすっていうのは。いや、やりたいっすね、本当に。やってみましょう。やりましょう、もうやるしかない。とりあえず最初は、はい、まず磨きましょうか、ね、ああ、幹をね、うん、上がりました。
これですね。じゃあもうこれいらなかったですかこれ。盆栽球。あでもこれ宣伝したから売れますね。ねえ、せっかくだからこんなに使ってますからね僕ね。ミキもいいですか。じゃあ右ミキを。ちょっとあ、教えてください。あのこの胴吹き、胴吹きはちょっと気をつけて。残す。まあちょっと残す。残す。残す。はい。そうするとじゃあ大きなところから磨いていくで。はい。なんかこう磨き方のコツとかって菅さんあるんですか。素晴らしいですね、その、ね、まあ、初学者なんで質問触れるっていう。いや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 、うん、なんかこう、ほらいつも何気なしに、どっちかというとガリ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 こう磨いてるところありましたけど僕はでもね、なんか多分ほら、勘さんなりのやり方とかでも最初に一回行っちゃうかもしれない、うん、一回行っちゃうっていうのは彫刻刀で。ああ確かにそう、その、飛ばすとか行っちゃうとかっていう言葉はちょっと多いですけど正しいか分かんない分かんないけどね、うん、簡単語かもしれない簡単語かもしれないですけどね。いや流行るかもしれない。これやって、うん、取れないなっていうところも出てきたら、うん、もう最初に彫刻刀で、はい、ペリペリして大きいところ、ね、じゃあちょっと彫刻刀の準備します、はい、相当めくってなかったですねこれね。そうかもしれないですね。何年も多分あめちゃくちゃ取れ皮取れ遅くなっちゃう遅くなっちゃう。ちょっと迫力なくなっちゃう可能性ありますねまず一回もうこの太いのは、うん、ちょっと貧弱になりそう。一回合わせちゃってつらを合わせるというか、うんうん、皮をもうめくっちゃう感じですね。そうだから削るじゃないんだよ。削るんじゃないんだよね。めくるんだよ。一回その層を絞ったらそこで、うん、もう合わせちゃう、うんうん、なんか中まで行っちゃう、うん、そうで怖かったりする。ああ、それあるかもしれない。結構この時期こうガリガリやってるとめくれちゃう時あるんじゃないですか。行ったら行ったら行ったら行ったで行ったら行った、うん、結局白い層が出てきてもそこでやめればもうそんなビビたる。ああ、影響なし傷なんで、うん、じゃあそんなに恐れる必要ないですね。ないない。で、だん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 多分そこが嫌に吹いてくるんで、うん、広くなってきますから、うん、問題ない。じゃあ結構失敗を恐れずこうやって皮むいちゃっていったっていう、うん、合わせるような感じで。これブラシでやってたらちょっと時間かかりますよねこのレベル、うん、これだけの厚さあるから、うん、ね、むいた方がもう先にこれやった方がいいですね。その後、まあブラシで磨いてあげる。こうなったらこう合わせていくと綺麗に、うん、あ綺麗だよ。赤いの見えてきた。ここは層があるんですよ、まだここがね、はい、こっちと面が合ってないんですよ、うんうん、こういうのはそうなんだ。こうめくってくる。あ、聞こえた。こんなにね、最後まで神経質やる必要ないんだけど、うん、僕は時間があるときはこうやってしっかりやってあげるな、うんうん、この刃の向きっていうのはこっちで大丈夫ですか。僕はそっちで。あ、こっちで。あんまり力入れてないですよ。あー、軽く下に、下をくぐらせて。はい、削り終えました。はい、1時間1時間大変だった。綺麗になりましたね。ありがとうございます、はい、とりあえず、まずこいつはいらないんですよ。大きいやつ、うん、これはもうここでこう切れ目をつけちゃう。それ以上向けないように今、うん、一周切れ目を入れたと。でまあこういうのも使わないんで、うん、大丈夫ですか持ち主。あ、いいですよ。あ、そうです。あ、じゃあ私行きますねじゃあ菅さんが言ったここに切れ目を入れたどの辺からもう枝を、まあとりあえず長めに残しておく。先だけ、まあ後でね短くするってことはできますから、はい、長めにちょっと残してみたいと思います。はい、さすがもう手つきが慣れてますね。いや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 、まだ初等科ですから難しいですよね、初等科の説明が、そうですね、じゃあ初心者なのかなと思ったら別にそうじゃないじゃないですか、うん、小島さん、盆栽歴何年ですか。盆栽歴、まあでもここ入って3、4年経った感じですね。もうちょっとしたら5年目に入ります、うん、それでもやっぱ分かんないですね本当に。盆栽っていうのは自分のやる気しか分かんないですからね。分かんない、本当に何年やっても分かんないっていうのは正直な印象ですね、うん、僕の。
ぱりここに来て、まあ、菅さんにいろいろ聞けるっていうのが一番の勉強。あ、まあ菅さん以外にもね、川崎先生とか、まあ、昼間さんに聞いたりっていうのが、まあ、一番の勉強ですかね。どうでしょう、こんな感じで、はい。これは菅さん、あの枝先から剥くんですか、元から剥いちゃう、どっちでもいい。僕はね、うん、元からやって、元からやっちゃ滑らせて、こんな感じでいいんですかね。はい、はい、じゃあちょっと潰しといて、頑張って生きてるぐらいの感じだ。まあこれがね楽しいですよ、この作業は。この時期ならでは、うん、潰して、うん、なんとなく、ね、皮を剥がせ、安くする、安くする。夫人の教室は風鈴を完備しておりますので、量を楽しむことができます。先日買ってましたね、風鈴、はい、涼しい。風鈴を取るとここのさ、これそこはちょっといただけない穴開いちゃう、だいぶちょっとそこに涼しちゃダメ、穴開いちゃってますから、ね、はい、この波状の心拍すぎっぱ出ないですよね、なんでだろう。これね、どこね、これは菅さん、どこさん、こういうどこさんっていうのはどこで見るんですか、あの葉の。例えばほら紀州とか糸魚川、それはもうまるっきり違う、うん、全然は紀州糸魚川か、これは糸魚川になるのかな、糸魚川だと思う。でもこのさ、太い葉椒のやつって杉っぱ出ないよね、どういう系統なんだろう。いわゆる糸魚川の、みんなが想像する糸魚川は、うん、糸魚川の中でも細いやつ、細いやつね、めちゃくちゃ、うん、これは太い、太いんですよ、玉っぽいというか、うんうん、これだとなんか出ないですよね、杉葉が、杉葉出ない。こうなんか陣のいい剥き方ってあるんですか、太い幹からそのまま一緒にこう、うん、行っちゃう感じ、下からグッと、それの方が早い、うん、だから枝も元から剥いた方がっていうことね。まあこれはこれでね、こうちょっとうるさくないですか、うん、まあ、量を感じるっていうかかき氷とか食べたいですね。俺迷ったんですよ、さっきまでついてなかったよね。あ、違う違う違う、ついてたけど、ついてたけど音はなかったな、ね、氷ってあれ買っておこうかなそれを迷ったベストリー氷って書いてあると皆さん、ね、ここに来て勘違いしちゃいそう、涼しくなって、なんだろう、気分が、いや、頑張りました、できましたね、一個できましたね。次が、ここ、これ全部、これ全部飛ばしちゃうっていう話でした。いいですね、はい、だからこの 1,2,3 本だけ残し してこれを全部飛ばす、飛ばす。じゃあ枝抜いちゃいますか、枝抜いて、同じですね、方法は。そうですね、はい、ちょっと見えてきましたか、形は。いや、まだ見えてない、まだ見えてないまだ見えてない。でもすっきりしましたよね、一本抜いて。なかなかできないですよね、これはね、出ないっすよね、この発想、うん、この発想がまず出ない、うん、出たとしてもやる勇気もないね、うん、まずやんないっすよね。人に言ってもらうとね、気が楽です、ね、うん、左に返すのもいいかもしれないですね、うんうん、なんかそういうのやっぱここ抜いたことによって見えるんですけど、あの全体の木を見てこれが見えるかっていうと見えないですよ、僕は。最初の状態からは、ね、初等科の僕は見えないです初等科の盆栽 3,4 年やってる程度じゃ、うん、こういう木の構想を持っていけないっていうか、木の良さを見つけられないね、まずね、うん、ここに切れ目を一周して、あの絶対風鈴うるさいこれもうここまで行っちゃいたいですけどね。どこ、あー、取って砂利、うん、そうだね、裏砂利、うん、この枝から、うん、繋げたいですよね。繋げちゃおうかな、繋げちゃう。じゃあここはちょっと僕じゃ無理だから、うん、かんちゃんに、かん先生にバトンタッチ。今のちょっと流れを説明しますと、今ここをもう砂利にしちゃおうって話してたんですね、うん、で、残った枝がこの3つになるわけですけど、うん、ここの幅が、まあ、裏が抜くっていうところを最初に説明したんですけど、この部分のもう水吸い置き
削っちゃってもいいんじゃないかなと思うん で、はい、でこいつが生きるのはこれ半分ぐらいあれば十分育つんで、まあとりあえずここぐらいじゃないかな。太さはここぐらいからこのぐらいの太さじゃない、とりあえず。どのぐらい、ここチョークかなんか持ってきますか、さん。そうですね、みんなが分かる。そうしたら分かった、うんうん、上からやっていきましょう、はい、上からやってって下に向いていく感じ。なるほどなるほど。じゃあチョークいらないまあ、まあ、いいんじゃない。おそらく予想はこれぐらいにいくんじゃないかな。1センチぐらい、うーん、そうですね、1.5 ぐらいかな、うん、ここの間を残すわけでしょ、うん、逆向きにして、うん、ここ残すでしょ、水数残さない、残さない。こっち片側だけ生かすんだよね、うん、ここ板抜きとかにするのかな、うん、なるほどなるほど。ってことはここ残した方がいい、もう十分。いやもういっちゃう、いらない。だって水水がさそんなに通ってないもん、うん、なるほど。こっちが枯れちゃうし、ここやっちゃってあと彫刻だ、うんうんうん、そうそう。結構すごい動画になりそうじゃん。でも出来上がるのもうちょっと最低ですね、だいぶ時間かかるちょっとね、これがいっちゃう感じ。うわすごいね、じゃあちょっと抜きますよ。やってみましょうよ、うん、まあこのね、危ないねちょっと刃物危ないっす、血は NG です。本当です、下から上にやったんです。そうですね、あ、いけるな。うるさいねこれ。これでも手先のあれが出ちゃいますね、僕の未熟さが。そんなの分かりますかね。いや分かりますよ、だってアップで撮ってんのね、いわゆるね、カンツさんとか川崎先生とか蛭間さんの慣れてる感じ。そうそうそう、あれはやっぱり手のライブ映像っていうかね、その作業のありますよね、やっぱ視聴者、一視聴者として。あ、いた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 、来た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 、やっと来た。あ、全然、しんぼけて全然来た。あ、来た来た、やっと来た。やりましたね、やりました、ゆうさん。いいじゃん、いいじゃないですか。それ使ってくれそう、これを言いに来たんだ。ありがとうございます、まさかさわざわざ綺麗にできてますね。頑張りました。とりあえず上だけなってるから、はい、これを下に向けて、まあ、ずるずるっとやっていけばいいんじゃないかなと思うんで、から引っ張っていく。これなんかどこまでの線をとか入れなくていいんですか。ああそうですよ、ね、これはだからこのこれ続きのところをやっちゃえばいい、うん、裏が、ね、広いんですよ意外と、うん、十分あるんで、うん、この分ぐらい引っ張って全然問題ない。問題なし。そういうのは感覚で分かるものなんですか。うん、これだけあれば大丈夫、うん、もうこのカレーだからバーってつながっていくような感じですよね。そうそう、うん、あー結構広いっすね、結構広い、おーっていう感じで、こういう感じで、うんうん、下まで行っちゃっていいと。でこのこう流れると思うので、はいはいはい、その流れに沿ってやってみます。わかりました。もうちょい行ってもいいと思うんですけど、ね、もうちょい行ってもいいっていうのは広げてもいい。ああなるほど、そこからまで、はい、もうチョークを引いたところを全部削っていくようなイメージでいいですかね。そうそうそう、これはだいぶ見違えるんじゃないですか、うん、だいぶ変わりますよね、うん、いや相当、うん、3本になっちゃったし、うん、この枝3本でまとめるっていうのもちょっと楽しみですけどね、個人的に。じゃあやってきます、水やりやってきます。はい、ありがとうございます。それじゃあ続き私やりますちゃんと YouTube やってますね。あ一番やってるかもしれない。あ、本当に。じゃあ、あの中で作業しますクーラーの効いてるところ。そうですね、はい、クーラーと風鈴を感じて、風鈴をじゃあもう戻す、大丈夫。綺麗にね、できてますね。いい感じで頑張りました。でもうちょっとね、多分ね広げられるんですけど、うん、一回これでやめときましょうか、うん、結構早いうちにもうちょい広げられると思うんですけどね、うん、
こら辺半分ぐらいまで行ったら、そしたらこっちが正面でもいいかもしれない。逆ですね、裏、表裏逆転、そしてこう差し入れ来て、うん、こっちの方が頭ちっちゃいから、うん、頭本来はこっちの方がいいんですよ。じゃあ続いて、うん、リスナーさんからいただいた、めちゃめちゃ登場してるの実は、あ、そうだから大好評、うん、これ使ってこのちょっと差のところ、前の車輪のところと水水のところの差をちょっともう少し自然に行くようにと、まだこっちの車輪のところもツルツルっていう感じなんで、少しまあ溝を作ってあげるといいかなと思うんで、まずはこういう、あ、その境のところですね。そうそうそう、平らにする感じかな。まあ平らってほど平らにしちゃうと今度あれなんですけど、でもまあ自然に一体感が出るような、一体感を出すための作業。でこの溝っていうのを僕は利用してもいい、面白いかなと思うんですね。結局車輪も真っ平らだと面白くないんで、凹凸があった方がいいんですよ。だからそこに関してはここに溝を作ってあげるようなイメージで、うん、あ、むしろ掘り込んじゃう。そうそうそう、そうすると線も消えるしね。そうそうそう、ここだとまだ平らじゃないですか、ここの、うん、はいはい、前の作った人がやつ、うん、それだと削りましたって感じだから、よりなんだろう、削れましたみたいになる方が自然ですよね。結構またこっから削っていくわけですね。時間かけてやってあげるとね、いいですか、いいんじゃないですか。板シャリっぽくするにはどっか頂点決めて、そうそう、細く削っていく感じ。そうそう、頂点をこの中でどこが一番細いかなっていうと、ここなんですここ、ね、だからここはあんまり削らないです、まあここね、その両サイドを削っていく。ここをもう少し削っていくのと、まあ、こっちを削っていく、うん、その中で凹凸をなんとなくやっぱり平らにならずにこうえぐるようなところを作ってあげたりとか、いいなし、 こういうところをえぐってあげるとより板っぽくなるんです、うん、こう内側、インサイドっていうか、このでここを残し気味に残して、この内側をえぐるように削っていくとか、そうするとこう板っぽくなるっていうところ、うん、これは一回で作らなくてもいいと思うんですけど、でも時間があるたびにやっていったりとか、コツコツやっていくといい味になってくると思うんだよな。作業が増えるのはいいですね。いいですね、勉強になりますやっぱりね。ね、うん、やることない時とかに、うん、夏なんか暇だから、そうそう、いつでもいいんですよ。そうそう、これを一回削れたシャリを削るっていうのは別にいつでもできるシャリできるからね、うん、ここはまあ時間あるときにやっていくということで、先にじゃあ今度こっちを曲げていきます。今のうちに曲げないと硬くなっちゃうから、硬くなっちゃう。で、まっすぐなところがあるんで、はい、自然なところは自然のままでもいいと思うんですけど、うん、まあ、まっすぐのこういう細いやつだけでもグニグニャーっと曲がっていると、曲げちゃう、まあ、使うかは分かんないんですけどね、このぐらいの細さだと、うん、もしかしたら使わないかもしれないけど、とりあえずやっとくといいですね。太さとかっていうのはどうしよう。2.5、2.5 でいきます。行きます。じゃあこれ曲がる。じゃあ陣はアルミ線で曲げます。それなぜですか？ですね、銅線だと銅線の跡がついちゃうんですよ。なるほど。黒く。はい、なんで、アルミ線で巻きたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、細かくピッチをつけるってことは細かい曲付けがしやすいっていう感じですかね。さすが。いや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 。解説の三島。本当に解説三島さんです。解説3本、いや、いいですいいです。絶対そういう時ってつけなくない？うん、うちわですから。うちわですか？身内なんで。身内なんで我々ほぼ同年代ですもんね。うん、そうそうそう、これ、はい、同郷ですからね。同年代ですか？そう、これあの人めっちゃ年下ですけど。本当だよ、めっちゃタメ口で。でもなんかそういう感じしない。めちゃめちゃタメ口。不思議だけど、なんか僕の中ではもう菅さん先生だから。まあまあ先生ですね。うん、ちょっとそういう感じがしないよね。むしろ上って思っちゃう。まあ盆栽の話してる時はね、はね、うん、そういう時は。いや、そんなことないよ。いやいやいや、さすがに舐めてもらっちゃ困りますね。ねえ、本当ですよ。もう45だから僕。あ、そんな上でしたっけ？そう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 。僕1個45だから。1個上ぐらいと思って。
頑張って若作りしてるんです。どうでしょう、とりあえず、はい、あ、まだ細いのやな。さすが当時弁でやってるだけ。いや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 、あゆみはね、でほら枯れてるからいくらでもちゃちゃちゃっと負けちゃうんですよね。これ、まあ、普段当選だから。そうです ね, ね、うん、やっぱり操作しやすい、うん、普段同線です。あの穴取ってもらっちゃ困ります。困りますね。でも最近あのこのアルミに慣れちゃったせいか、うん、アルミに慣れちゃった。あ、おいで、あら、乾燥。乾燥ですか。乾燥じゃない。針金かけは終わりました。終わりました、はい、こんなにかけるんだってくらいかけました。かけました。細かいのもね、はい、だいぶピッチ狭くちょっとやってみました、はい、いいじゃないですか、はい、うん、そしたらまあ変な話もうこう、うん、まあ、丸めるような感じでとかでもいいと思うんですよね、うん、もうちょっと太いから、ね、ああそうでしたね。引くようにね、針金は引かない針金意味ないですからねって言われました。教室で結構こう捻転させて陣を曲げてくって感じ。ああ結構大胆にやる。もう曲げとけって感じ。うん、曲げとけって感じ。正面とか流れとか決めた方がいいんじゃないですか。どうなんですか。流れはもうこっち流れだから。左へ。うん、ってことはこ、ああ、これだった。こいつはいらなかった。いらないやつだったと、ね、うん、まあ、最初がついてなかったっていうことですね。そうですね。はい、ということで。まあ、これだけありますから、ね。運命ですよね。運命ですね。運命ですね。こういう、いらない、いらないはずのやつだったっていうことですね。うん、針金の向きの方にねじる、方にねじってあげれば、まあ、強く ね, ねじれますから。食い込むとかね、何にもないんで、ないからとりあえず曲げとけっていう、いわゆるこれ天神みたいな感じですか、ね、そうですね。ねじって捻転させて、この幹の模様にがこう曲がついてるので、やっぱりこの陣もない、陣もやっぱりそういう模様が合ってる。まっすぐなところがあるとおかしいんです。この木としてはおかしい。そうそうそう、こっちで作る気になっちゃったな。ああ、なるほど。こっちが正面に。まあちょっとでもこっちかもしれないし。かな、うん。どっちでも今いけるっていう感じですかね。こっちもいけちゃうんですよ。うん、そうだね。かな、でも、うん、そうね、まあ、そっち正面の方があれかね、今までそっちで作ってるっていうことだからね。こんなもんじゃない、うん、ですか。で、正面はまだ決めない、今回はにしますか。決めない、うん、まあ、とりあえずこれでいいのかなと、はい、もうちょっと、ね、うんうん、削ってあげて、うん、はい、で、針金かけれる時期になったら、きつくこう追い込むような感じで、うん、畳む感じですね。ですかね、うん、行ってあげればいいんじゃない。この枝3本でどういう盆栽ができるかっていう、うん、あとこの夏でこの胴吹きも増えてくると思うので、うん、それを期待して。そうですね、はい、だから時期時期でやることは違うんで、うん、これを持ってきたから今完成にするわけでもなくて、うん、その時期の作業をしてあげるとよりいい木ができてくるんじゃないかなと思います、うん、まあ、こっち正面するんであればこう、そうそう、で頭で裏、裏って感じですね、うん、だいぶちっちゃくなりますね、最初の。なりますね。そうすると木が太く見えますよね。ああ、なるほどね。さっきの状態だと、はい、が出る、もうやっぱちょっと細い木に見えてしまうので、うん、はい、これを追い込んで追い込んでちっちゃく作ると木が太く見えてくるので、そうするともっとちっちゃい鉢に入るかもしれない。なるほど、なるほど、ね、裏も見ときますか。裏も、裏もこっちの可能性もありだっていう。立ち上がりはそっちの方が、立ち上がりは動きがね、木の動きはそっちの方が、うん、でも差し枝の出が後ろになるんでね、うん、こうなるとね、っとこっちに、もうちょっとこっちか、あげる、見える、全然操作できる、うん、で、まあ裏だからちょっとこうかな、うん、っていう可能性もある、あるよっていう。まあ陣の向きはね、こっち倒れてますからね、うん、こうやって横から見るとき、うん、まあどっちでもいけるっていう、いけるっていうね。シャリはこっちの方が面白いかな、うん、あと水を掘っていくって考えるとこっちの方が面白い。まあこっちが正面候補。どうですか、三島さん、この変化。いやちょっと最初のビフォーアフターを本当に、うん、あのぜひね、皆さん載せときます。動画でこれとこれっていう、まあね、比べてほしい。全然できてる状態じゃないんで、ね、あれですけど、うん、ただこうちょっとの
作業でこんだけ変化して将来性が見えてくると面白いですよね、うん、いやすごいと思いますね。なるほど。でこういう木のそのいいところを引き出せるっていうか、ここまでの姿を5分ポンと見てもう構想ができてるっていうカンタさんのそういうのを何回も僕見てるんで、うん、本当にね毎回ね勉強させていただくんだけどすごいなっていう。お金払ってます私、うんうん、いやいやいやプロモーションを含めない一応ほらあのねあの月謝払ってるけど逆に僕はねもう毎回あのカンタさんのミラクル見せてもらってるから確かに、ね、俺はねあの毎回驚いちゃうっていうか結構一個想像こっちができてないところを作ってくるのはありますね。だからそれを毎回こうやって見せてもらえるから、うん、本当に勉強になります。あの視聴者さんもぜひこれをね感じてもらいたいなと思います。なるほど、ええ、これが東寺園盆栽教室だ。これが東寺園盆栽教室、本当ですね。カンタズミラクル、カンタズミラクル、ゴッドハンドカンタで、うん、いや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 、おいゴッドハンドとか言われるんですか。セリとか言ったらね、いやーこっからね世界が変わりますから。なるほど。あちょっとでかいこと言っちゃったけど、なんだっけ、レッツメーカー、レッツメーカーニュー盆栽ね、はい、盆栽で世界変えましょう、はいはい、緑の革命、緑の革命、そうそうです、ま、僕何も言ってない。はい、はい、そんな感じ。というわけで、はい、3人揃ったところで、はい、あ、ひるまさん、また、はい、またあれ、カーメン君も抑えるんですね。カーメン君、似てる疲れた人じゃん、疲れた人じゃん。いいじゃないですか、いいじゃないですか、あ、こっちでもこっちでも行けるようにっていう、今のところあ、はい、そうですね、まあ、こっちがね、正面候補、はいはい、有力ですが、あ、どっちも行けますね。そうですね、あ、っていうふうになりました。いいかもしれないですね。 お茶あるんですか。お茶食べない待ってますけど、ごめんなさい、ごめんなさい、自分と仕事が忙しい、すいません。カーネ君だけ家に来たんだけど、なんでカーネ君が似てないじゃないですか、別に。何ですかこれ、僕は初めて聞いたんですけど、はい、カーネさんコラボお待ちしております。はい、絶対見てないと思うけど。というわけで次のね、うん、次が楽しみですね、はい、次は針金掛けとかシャリ削ったり、先行こうですね、うん、はい、お待ちしててくれ、じゃあ待っててくれ、楽しみに、お楽しみにしてください、はい、はい、続きも見てね。はい大丈夫これ